第17回賞金王決定戦競争は今年も最強の6強たちがナンバーワンを決する、いよいよ1億円争奪の決定戦頂上決戦です。さあ松井が回り込んでまいりまして、一躍手をスタートライン上方向へと向けました。第13回から5年連続のファイナル、その懐に2号艇の今垣、そして1号艇の浜野谷健吾、インコースは1号艇の浜野谷、今回ファイナル初のファイナルで1億円に王手をかけています。そして2コースに2号艇の今垣、さあ F2 の賞金王誕生なるか、そして5号艇の松井と、この辺りが少し深くなります。そして後方からゆっくりとで3号艇の植木、3年ぶりの5度目のファイナルで賞金王 V3 達成なるかでゆっくりと船を進めています。その後ろから4号艇の田中慎一郎、2年連続2度目のファイナルで連覇達成なるかです。そしてあと6号艇の野沢、今回決定戦初出場で見事ファイナル進出。残り25秒となっています。スロー勢が深くなって1双子、センターに3号艇でダッシュが46、3対1対2となっています。さあ浜野谷、今垣、野沢の新たな賞金王誕生か、田中の連覇か、それとも植木、松井がまた頂点に返り咲くのか、いよいよ1億円バトルの頂上決戦です。インコースから1番、2番、5番、3番、4番、6番、2秒前、1秒前、今スタートしていきました。さあわずかにスロー勢が遅れました。センター青手で3番、4番、6番と出ていきますが、1マークはまずセンターから先まくりが3号艇、そのうちをまくり出してくる4号艇、それから握ってくる6号艇で、あとは1番、2番、5番で、さあ松井、浜野谷が遅れました。さあバックセンター先まくりが3号艇の植木が出てまいりまして、先頭で賞金を V3 へと向かって先頭に立ちました。その後ろ2停身から3停身で現在2番手には4号艇の田中慎一郎、今から第1ターンマーカー先頭が植木です。そして2番手ラス1号艇、5号艇やり合って、3秒、4番、2番、6番ですが、ここはうまくさばいて4号艇の田中が2番手、そして3番手争いに1号艇の浜野谷が優勢となっています。なおスタートは正常、スタートは正常でした。先頭は見事な走りを披露しました3号艇の植木道彦、そして2番手には4号艇の田中、3番手に1号艇の浜野谷健吾、バックスレッジへと入りますが、先頭3号艇、2番手は4号艇、さあ後方では1番、6番やり合って、その間隙をついては2号艇、5号艇ですが、さあここで3番手争いがもつれて、わずかに6号艇の野沢、今度は野沢が上がってまいります。ここで先頭2番手は完全に3号艇、4号艇、その後ろは大きく見つかえて後方の4艇固まっての3番手争い。さあ第1ターンマークでは6号艇が強引に回るところ、内から追っつけて2号艇、その間隙を今度は1番、5番ですが、後方をごちゃついて6号艇の野沢逆転の3番手、上位が3、4、6となって最終周回へと入ります。ラスト1周となって先頭には3号艇の植木道彦です。さあ植木、見事今年は強い植木が蘇りまして、見事帝王が完全復活となりました。これで年間 SGV3 の賞金王 V3 の快挙、獲得賞金もナンバーワンの記録を塗り替えました。そして2番手にはディフェンディングチャンピオンの4号艇の田中慎一郎、3番手に6号艇の野沢大地となっています。さあ今年黄金のヘルメットをかぶるのは、競艇界の頂点は最強のレーサーは3号艇帝王の植木道彦です。今回トライアル、そして決定セット、見事な走りを披露しまして、第10レース決定戦は3号艇でまもなくゴール、優勝3号艇植木ゴール、4番ゴール、6番ゴール、1番2番接戦でゴール、最後尾に5番スター。